どうもこんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、午前中三味線のお稽古をして、もうすぐ発表会がありますんでね、午後一息ついて今に至るわけなんですけども、まあ、FX の方も予想通りことが進んでますし、速稼塾の運営も、まあ、滞りなくいってますし、まあ、何もかも順調ですね。暇がなければできないことばかりですよ。だからこれでね、私会社勤めを今1日12時間ぐらいしてたら、まあ10時間やってなんやかんやで12時間ぐらい半日取られていたら、ここまできめ細かいサービスはできなかったでしょうね。だから多分それを想像すると、まあ副収入でプラス3万5万とかね、まあそんな形になっていたと思います。だからずいぶん前に自分の店をね、辞めざるを得ない状況になったのは非常にラッキーなことで、ああもう数ヶ月後にはこの店なくなるなっていうのが分かっていたんで、なくなるペースに合わせてこっちはこっちでね、エンジンかけていけたから、こうぐるっといいタイミングで入れ替えられたかなってところがありますね。まあでも考えてみたら、会社員されてる方も自己都合で辞めても退職金は入るわけですから、失業保険とかね、その間にまあ新しい収入源作ることは不可能ではないのかなと思いますけどね。まあ難しいか。まあ、しかし最初から月収100万狙うつもりは全然なくても全然大丈夫なんで、まずは3万とか5万とか10万みたいなレベルを自分自身のビジネスで作っていくってことができればいいのかなと思うんですよ。まあ、そもそも会社員として毎月毎月20万とか30万ね、お給料といえどももらってたわけなんで、それと同じぐらいは自力で稼げるぐらいになっとかないと、じゃあもらってた給料は一体何なんですかって話になりますからね。まあ、そういうふうに捉えていくと、会社員って何もしなくても給料がもらえているわけではないと思うんですよね。やっぱり誰かのためになって、会社の力になって、でその会社がマーケットで誰かの役に立って対価を得るみたいなことを繰り返してるんだろうなと思いますよね。考え方は基本的に同じなんじゃないかなと。独立して思えるのは、一人前だけ稼いでいけばいいってことですよね。会社の中にいても自分の給料ぐらいは自分で稼ぐぐらいの自負はあったと思いますしね。予算全然クリアしてないし、ノルマ達成全然してないのに給料もらって文句言ってる人はあまりないと思うんで、やっぱね、まあ、アッパーをね、1000万2000万って儲けなくても、自分の必要な分だけ稼げればいいのかなって思いますし、必要な時に必要な分だけあればいいのかなってところ、まあ、当たり前のことなんですけども、それがなかなか難しいっていう人いるでしょ。なかなか難しいのは、その話を聞いてるだけじゃなくて、そのために何をすればいいかっていう行動してないからだと思うんですよね。まあ、やってみることだと思います。セルフバックの案件もポイントサイトの案件も今年はね、かなり紹介しましたけども、果たしてどのぐらいの人がやってるんかなと思うと、そんな話があるんだ、すごいねで終わってる人がほとんどじゃないですかね。だからまだまだ世の中にはチャンスがたくさんありますんで、ビビらずに第一歩踏み出してみてほしいなと思いますよね。これをね、第一歩力っていうものかなと思いますけどね。いらっしゃい。